ポルポンなんであんな叩かれてるの？マジで超ざっくりしか聞いてないけど、キモノくんと、ノリちゃんが主軸になって、キモノくんの配信で、まあ、なんか、ゆるく、まあ、ちょっと軽く企画みたいな感じで、いや、売名したいやつ、うち来いよ、みたいな感じの、過疎中堅救済処置みたいな。なんかそういうのって美味しいじゃん、配信者的には。そう、それでポルポンってやつが来て、あ、俺のあのなんか渋谷の清掃にも来てくれた人とつったから言われてるってことは違う。なんかそこでまあそのポルポンっていう配信者がゲストみたいな扱いになるわけじゃん。まあそこで根掘り葉掘り聞いて、まあその後に一つ、お前なんか本気で数字取りたいんだったらかわかんないけど、そう、坊主にするぞみたいなくだりがあったっぽくて、で、まあ俺らの時代だったら本当に行っちゃうじゃん俺らの時代だったらそういうノリって本当に行くじゃん。でもまあやっぱり今はみたいなところあるから、まあシェーバーかなんかで音だけ鳴らしてて、でマジで無理っすっつってブチ切れちゃったっぽいの切れちゃったっぽいのね。そう、ポルポンが、いやマジで無理っすっつって、こっちはまあ坊主にするぞみたいな言ってて、あ、で何でもやりますみたいなスタンスで来てたのか。それはそれで面白い。いやだからさ、そのバラエティ的なマジで無理っていう切れ方じゃなくて、そのなんか多分おそらく一番つまんない切れ方で、まあ、放送事故的なやつになって収集つかなくなって、なんかのりちゃんがブチ切れたらしいのね収集つけるためにのりちゃんが切れたらしいのね。そう、のりちゃんもなんか多分、あ、これダメだみたいな感じで、多分おそらく放送まとめるために切れたっぽくて、でなんか俺電話キモノくんから折り返しもらった時に、俺何も知らなかったから裏でなんかスピーカーで話してて、のりちゃんもいたっぽくて、ちょっと落ち込んでたもん、また俺じゃんみたいなで、なんかその流れ聞いて、え、じゃあ、それ、のりちゃんイメージ悪くなったんじゃないのって言ったら、でしょとか言って。でしょ、なんか俺だけ損してるよねみたいなこと言ってて。そう、落ち着けるために、なんかわざわざなんか印象悪くなったみたいな。俺だけなんかおかしいやんみたいな。また老害言われるやん。ポルポンってやつノリわからないのかな。おーね、その後フォローしたのそれかわいそうなんだけどかわいそう。今もバリカン買ってうだうだしてた。いやだからね、もうね、今更バリカン買っても遅いのよ。なんかその瞬間、生放送ってその瞬間瞬間で本当になんか生ものなのね。その瞬間できなかったことを後でやっても誰も認めてくれないし、誰も面白いって言ってくれないから、もう今日は貴重な経験したと思って帰るしかないよ。1万やるからこれで面白い配信しろって言われたんだよいやー、もうなんかそうなるよね。そう、行動、そう、もうだからもう美味しいのよ。何でもやりますっつって、石川紀之プラスキモノくんみたいなところに一歩踏み出したポルポンはもうそれだけで美味しかったのにまあでもそうやって学ぶんだよ。いや俺ももうほんとなんか何年前だろうね、7年前とかはのりちゃんの家に行って何度も失敗したからうわもったいねえって思うこと今だったらたくさんあるから、その瞬間わかんないからね、うん、いやだから見てる方は、いや、なんでそんな簡単な下りわかんねえんだよって思うじゃん。なんでそんな簡単な下り俺らでもわかるわみたいなあんじゃん。実際ね、そのステージに立つとマジわかんなくなるから。本人以外全員わかってたぞ。いや、だろうね。いや、俺もあったし。今も必死にリスナーにどうしようか聞いてる。で、お前坊主だよな。これで俺坊主になってたらめっちゃおもろいよね。すべての責任取って。やるわけねえじゃん。ポルポン引き取ってくれませんか。ダメだよ。今日は何してもダメな日だと思った方がいい。今日はもう何してもダメなんだっつって家に帰った方がいいよ。今日めっちゃ面白い放送思いついてやっても、なんかそれが評価されない日になってる。石川に同情するわだって普通にのりちゃん元気なかったもんさっき寝起きで着物くんに電話折り返したらまだのりちゃんいて、はぁーとか言ってちょっと
ナボがいたらどう料理してた。いやでも同じ流れじゃない。坊主にするよっつって坊主にできなくて切れたやつに対して説教かますぐらいしかないよね、収拾のつけ方。まあ、それかちょっとごめんねみんなっつって放送切るわっつって放送切っちゃうとかね。もうなんかその結果を見せないみたいな。そう、すっごい本当にもうマジで放送事故引き起こしたっていう感覚をめっちゃ強くして、ちょごめんみんなとか言って、ちょ今回は放送切らしてもらうわ、キモノ君もごめんねみたいな。俺が決めちゃって申し訳ないけど放送切るわっつって、それよく使う。いやでもそれぐらいしか思いつかないよ。録画残ってないのかな、めっちゃ見てー。のりちゃんの家凸はやばい、やめろよマジで。多分出ないよ。もう反省するために明るくなるまでメゾン田島の目の前にある公園で明るくなるまで腕立て伏せするとかでいいんじゃない。それ見たいか、いや見たいとかじゃなくてね、今日の日を忘れないようにするために、今しめるために。キモノ君のツイートってどれ、これかな。もう家に来ちゃダメですよとか。もう家に来ちゃダメですよ。いや俺おもろいな。じわじわ来るな。いやポルポンのことじゃないかもしれないけどね。めっちゃおもろいこれ、スクショも。じわじわ来るわ。なんかのりちゃん痩せた感じするよな。変な髪型して帰ろうと思ったのにさ、バリカン、ま、なんもないし、そうバリカンなかったし、だからひげ剃り、変な髪型して帰ろうと思ったのにさ、うわめっちゃ気になる。なんもないし、そうバリカンなかったし、なんか全部見たいわこのくだり。7秒しかないんだもん。